大きな荷物の積み下ろしに活躍するフォークリフト。新千歳空港では操作の腕を競う競技会が開かれています。狭い曲がり角を慎重に進むフォークリフト。新千歳空港の貨物ターミナルではフォークリフトの競技会が開かれています。狭い道や急カーブなどが設置されたコースを8分の制限時間内で荷物を移動させ、走行や積み下ろし操作の技術を競います。新千歳空港で貨物の作業を行う企業が加盟する千歳貨物地区安全協議会が主催しました。航空貨物の荷役作業に携わる14人が参加し、上位3人などに景品が贈呈されます。